ます。お願いします。15分喋りまして、はい、あとは、なんか、いい塩梅に、アフタートークみたいな感じで、やりますので。で、本日、クロスフィールド1周年企画ということでお呼びいたしました。はい、喋りたい人と喋る企画です。ございます。はい。どんな方が、うちに集まってというか、うちの周りにいまして、その人は何をしてるのかっていうのを分析して、この紙を1枚ずつ書きます。おー、すげえ。全6人分バーッてきました。で、話す内容、その今自己紹介何されてるか、はい、でこれからの展望話していただいて、まあ、で、まあ、ちょっとそのお返しというか、あの木は黒すぎるどういう場所ですかというのを皆さんに書いてもらってるので、まあ、何を求めてる、どんな人が集まってる、どんな雰囲気とか、あの思いついたところを書いていただきたいなと思っておりますので、はい、お願いいたします。早速目のゲストは、3人目の長い優大、優太さん。違う中井さん、中井さんです。また、漢字しか覚えてない。そうです、優大って書いて高井の名だったの。はい、この友達それで優太くんって言いますね。そうです、高井さんです。はい、高弘さんを呼びました。ちょっと最初に簡単な自己紹介お願いしてよろしいですか。はい、自己紹介、浦山市の袖崎地区で、はい、まあ、なんだろうな、イベントごとを結構やってるのが、うん、その週末のお仕事みたいな。イベントごと、週末学童で始まった袖崎元気っ子っていうのがあって、へー、そのまあ、もともとは土日にお母さんお父さん働いてる人を、あの、半日はそのイベント駄菓子屋さんとかやって、そこで面倒を地域で見ますよっていう、やってたんですけど、今子供が減ってきてるから、だんだんあのこう時代のニーズに合わせて、例えばカードゲーム大会を子供たちのためにやったり、なるほど、ゆすり会をあのやったり見て、そんなことする年に40本ぐらい。やば。イベント担当大臣。そうですね。僕だけでやってるのは多分年に、まあ、8くらい。ああ、でも、やっぱな。プラザネットで理事をしてるので、その、ゲーム大会的なもの、あとボードゲームとか使ってイベントしてるっていうのは、僕がちょっと提案させてもらって、させてもらって。YouTuber をお呼びするって、実況の、ああ、そう、あの e スポーツ専門の実況、アナウンサーの事務所があって、そこを、しようかなって話をしてる。これは 何年ぐらい続けてることなんですか、 e スポーツ。元気っ子の、元気っ子のはもともと、その僕たちがお世話になる側だったんで、小学生から。なるほど、そういうこと。そこからで、まあ僕と、あと、はい、同級生が、はい、親が2人からその役やって、なるほど、で、その先進座って劇団も一緒で、トカナイも一緒で、なるほど、ずっとやってて、で、まあ小学生だったのが中学生協力隊になって、うん、で、協力隊が高校生ボランティアになって、大学生になって手伝い帰ってくるようになって、大人になったら役員側に入ったっていう。注意地域だな、エリート教育だ。まあ、稀ですけどね、こういうタイプは。お友達の2人が中心というか、今地元に残ってやって、で、イベントするよって、まあ、友達周りにこう連絡すると、どっかの市に行ってでも帰ってきて、週末で一緒に遊ぶ。で、これはもうプライベートな部分というか、そう、お仕事じゃなく、そうですね、第三年というところで、お仕事は都市会力で、都市会力で、はい、6年目ですね。都市会力ってとっても馴染みがないないですね。仕事ですね。まあ、ね、簡単に言えば、うん、田んぼの整備と、あと田んぼの水を、まあ、要請していく、はいはいはい、まあ、ちょっと行政的な場所と農家さんの間に立つようなそんな感じお仕事を、はい、1箇所目の仕事は何ですか。もともとはあの
朝陽プラザの村山市立図書館に。あ、そうなんですか。そう、師匠さんってことですか。僕、師匠の資格持ってて。そうなんですか。知らなかった。やりたい仕事だったんですよ、ね、ただ、あの、まあ、臨時職員みたいな立場なので、あの、まあ、将来のこと考えるぞっていうので、正職員で。そうなんですね。移ったわけだ。取ってもらった。じゃあ職場って結構紹介みたいな感じで呼ばれてくる。地元でこう活動してるのを知ってる地元の理事があいつだけ思ったら農家さんとうまくやってくれるんじゃないみたいな、うん、で積み付けをもらって、うん、そうなんだ。じゃあプラザでイベントやってるのもしかしてそことの名残というか関係も、まあ、だいぶあるわ。もともとは袖先の代表として前任者の代わりにこう出されたんですけど、まあただその地区ごと一人ずつっていう括りは今はもうなくなったので、そのまま残ってるのもあるし、私はまあであと古澤さんの知り合いなのもあるから緑の会にも入ってて、もうほぼこうメンバーが重複するそうですね。なるほど。緑の会は、ね、重複するところがいっぱいあるところ。仕事、まあ、プライベート、その元気っ子、主に今3つ出たと思うんですけど、割合こう、気持ちの入れようでいうと、ちょっと元気っ子が多めな感じですか。元気っ子っていうか、プラザ関係。プラザ関係。そう。イベントが。イベントが、どっちかっていうと、まあ、大きいっていうと、なんか、職場に怒られるかもしれない。まあ、一緒だよね。でも、まあ、割合でいうと、まあ、こう仕事して、2、あのイベントしてるみたいな、そういう感じじゃないですか。結構じゃあ、はみ出てますね。そうそうそう。だからその2位に全力注いでるっていう感じ。遊びっていう、まあ、あと夜は YouTube の動画編集とかしてるっていうのが大体毎日なのかな。こう袖先ってイメージがすごく強いなと思っているんですけど、はい、やっぱそこは今後も袖先で何かやっていくっていうのが一個目標ですよね。まあ、僕のその目標っていうか、なんでこんな頑張ってるかって結構聞かれることありますよね。何のため頑張ってるの、ボランティアで聞かれるんですけど、あの自分の周りから仲のいい友達が減ってほしくない。なるほど。まあ、ね、僕のエゴなんですけどね。エゴだけど、こうなんか田舎っていうか地方だから、あの上を求めればどこまででも都会に行って、東京に住んでるのがまあ一番便利でいいになっちゃうかもしれないけど、イメージできてますね。そう。でも今このデジタルの現在で、あの別に都会まで行ったから便利なんじゃなくて、こっちに住んでても便利だし楽しいこといっぱいあるんだから、だからなんかこう便利なところを求めて自分が移動するんじゃなくて、自分がいるところを便利にしていきたいというか、楽しいところにしていったっていう風なのが目標なんだろうなって、うんうん、で友達がもうあの U ターンで帰ってきたりとか、あとは出て行かないで、まあ言っても村山市内に残ってくれれば村山市として盛り上がっていくんじゃないかなって思って。地域っていうよりか、まあ、自分の周りがまあこう地域と言い換えられる、うん、ここを盛り上げてみたいと。そういう感じですね。本当は袖先にこう飲食店が1個ぐらいあるそれが一番いいなって思って。ここにみんな集って、そうだから本当にここみたいな感じで1個あればこう集まれる場所でもあるのかなと思って。今のところ夜もやってる潰れちゃって、何じゃない、うん、あ昔はあって、そう、蕎麦屋とかラーメン屋とかあったんですけど、うん、まあ、年齢的なところで潰れた、あの、もう、あと継ぐ人いないとか、うんうん、まあ、なんかやれば集まるんだろうけど、そうそう、やる人いないよねと、うん、だから今はやっぱ公民館とかで買ってきて飲んでるみたいな、うん、それも楽しそうですけどね、うんうん、まあ、それは面白いんでしょうけどね。ただ、なんていうかそれなりの料理は出てこないんですよ。まあ、乾き物を、ね、冷たいですね、うん、あったかいのですね。そうですよね。
ちょうど今飲食のご飯会やってますけど、はいはい、ご飯ってみんな幸せになりますね、温かいので。確かにな。どうですか、お腹から質問。そうですね、いろんなイベントされてると思うんですけど、はい、その軸じゃないけど、はい、なんかあったりするんですか、子供とかエンタメとか。僕が詳しいっていう。あで、さっき言ったみたいに、その周りから友達いなくなってほしくないっていうのは、なんだ、僕が助けてもらえる友達でもあるから、うんうん、例えば僕はスマブラとかそのカードゲームとか、それでイベントをするのは、まあ、企画するのが好きだから、うんうん、イベントをこう組み立てていくのは好きだけど、詳しくない必要もない、うんうん、正直に言えば。だからそれにこう詳しい友達をこう連れてきて手伝ってもらうっていう感じなんで、だからまあ基本的にはやっぱ僕みたいな小学生がこうずっと大人で残っててほしいから、うん、子供向けが、うん、なるほどなるほど、うん、でも助けてくれる大人たちがいるから大人たちともこう一緒にやってるみたいな、うん、っていうのが軸っていうか軸。行く中。帰りそう。帰っちゃった。はい。ちょっとご飯食べて眠くなっちゃった。頑張ろう。そうですよ。エネルギーチャージ。僕から言っていいですか？うん。じゃあこの後はですね。はい、このお話を聞かせていただいて10分今日にも聞かせていただいて、永井さんってこんな人っていうのを2人でですね、はい、喋る、はい、でその後永井さんから秘話とは黒すぎるとは、はい、について喋ってもらうっていう、はい、最終3番目のテーマです、うんうん、それが一番大変そうだけどね。じゃあマスターに書いてくれてるので僕から先行きますね、はい、じゃじゃん、永井さんは LNL、はい、お、何ですか、大学みたいなことやっちゃった。ローカルネットワークリーダー、まあ、日本語で言うと遅延を結んでいく人だなと思うんで、はいはいはい、なんか遅延とか血縁ってちょっとなんていうか古いイメージ、うん、こうなんか東京とか行く人だったらそれが重荷になってしまうみたいな言われがちですけど、でも僕やっぱ地元離れてみて気づくのはそれこそなんか豊かだなと思うし、あ、自分、東京だって替えが効くけど、遅延は替えが効かないじゃないですか。確かに。だからそういうのって実は人間が生きる上ですごく豊かになるための大事な要素でもあるし、でそういうのって誰かが守んないと遅延っていうのはどん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 薄くなっちゃうから、そう守る人がいるんだろう、こう世代が受け継がれて、はいはい、それをちゃんと守っていく、遅延を結んでいく人、かっこよく言うとローカルネットワークリーダーだなと。永井さんがいれば帰ってくれる。そんな方でした。いいっすね、以上です。じゃあ続きまして、はい、長井隆弘さんですね。はい。はい、で先のあたりで、はい、わっしょいよ、よいしょでつぐ。はい、和洋ネイル。和洋ネイル。やめてください。じゃマスター今7人目なんでふざけ始めた。慣れたんです。慣れた。でもそのそれ先でじゃなくてばそのあたりでっていうのは一個、はい、別に縛ってるわけじゃないよと、うん、それ先も大事だけど別にはみ出るようもんならどこだって大いさだってやれると、うんうん、でその場所に集まったみんなでこうバッションしたいしこう誰かちょっと背中を押せるのよいしょっていう熱いこともしたいと、うん、でもただやるんじゃなくて押せるんだったら熱くやろうぜと、はい、そんなこう雰囲気が伝わってきたのでマヨネさんとマヨネと称させていただきます。バイオリンの称号は差し上げます。おめでとうございます。初代バイオリン。あだ名にしよう。わからない。忘れます。おめでとうございます。こんな感じで、はい。はい。ありがとうございます。差し上げますので、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、そんな長井さんはい。キワとアギルドとは、はい。どんな場所ですか？これ書くんですか？はい。ああ、ぜひ。書いていい。あ、じゃあ、喋って書くみたいな感じで。全部。まとまってたら喋る。まとまってなかったら書きながら考えてもらって。でも僕、もうキワのプレイオープンから、そうですね。ですよ。4月から、2月ぐらいから。
来てるし、うん、まあ黒崎ギルドさんも、うん、オープンのクラファンの、うん、とか、はい、まあそれより前から来てるんで、そうですね、10月から来てクラファンの達成した時以降でも結構、はい、まあ職場の人ともマスターがつながりがあるからもあって、うん、結構来させてもらってる、うん、でこの前まあキワとクロスギルドってどっちもになるんですけど、友達があの東京からあー、はい、あのバーに来ていただきました。クロスギルドでだったらごちそうするよって言って来てもらって、山形住んでるんですけど東京から山形に帰ってきて、実家に帰ってきて、でその日飲みにぐらいものが来て、うん、でその友達とこの前東京だ、うんうんうん、で話してたら、あのいや俺さって村山なんかあのちょっと前まで本当にクソ田舎だと思ってたって言ったの、うん、僕に、うん、ででも大人になって東京にずっともう大学生の頃からずっと住んでて、あのこの前バーに連れてってもらった時なんか正直ちょっと当てられちゃったんだよねって、心を打たれちゃったらしい。若者がこんなにいることで、あのすごく熱くなってる人がいっぱいいることで、こういう施設があって、ともすると泊まれもするわけだし、うん、バーって飲んだり、あと蕎麦屋さんがあったり、カフェがあったり、スペイン料理があったりとか、こういろんな人が入ってきて、そこでこうコミュニティができていって、でこうだんだん大きくなっていってるのが分かる。まあ今はオープンからもだし、クロスギルドオープンから 1年のその1年だったなって、うん、うわぁ嬉しい、言われると思う。当てられちゃった、当てられちゃった、その言葉に当てられちゃって、当てられちゃって、当て逃げるの、これは当て逃げ、いや結構こうあんまりこう言うタイプじゃないと思う。うん、そう、な当てられちゃってって、もともとが本当に田舎なんてみたいな、うん、別に山形の田舎出身なんだけど山形市内でも、うん、でもそれは嬉しかったかなって、うん、な連れてきてよかったし、いや、いい話聞いちゃった泣くか生えちゃうなこれは一回泣いとくか一回泣いとくかまあでやっぱびっくりしてるのは、あのバーベキューとかイベントするじゃないですか、まああの時に大学生とか地域おこし協力隊若い人2、30人ぐらい来るじゃないですか。あれはすげえなって思いますよね。で僕もそこでできた友達とか、まあ今はやっぱ SNS がつながってるから、うん、Facebook とかインスタ交換してるだけで、その人がどっかで何か頑張ってるのずっと見てるし、うん、だからそれのおかげで、まああの興味あるやつだったら話しかけて、あの今度行きますとか、うん、あと村山でこういうことやるから来ませんかって話しかけて、だから声の倉さんとかと今度例えばイベント一緒にやりませんかみたいな、お餅つきとかみたいな話してるのとか、だから興味あるって言ってくれた人っていうか、それを示してくれてる人がいるから、じゃあ捕まえに行くっていうか、そう、だから発信してくれてる人ばっかりじゃないですか、やっぱ自分たちのこと知ってもらいたいって言ってるから、そこを捕まえに行くし、力を貸したい、そしたらまあいつか帰ってくるかもしれないし、僕への恩は忘れて誰かにその恩を返してほしいなってちょっと僕は思って、そう、だからそれがこうずっと繋がっていくののすごくいい拠点になるんじゃないかなって。ああ、ありがとうございます頑張んないとですねやめてる場合じゃない。よかったよ、加速のコーナーってあれだねこういうのビューンビューンですね、乗っちゃったらもう最後もう突っ込むしかないんで、それレラーズレと落ちるやつ、落ちるやつ、レラーズレレインボーロードのやつ超20分超えです。いや、すみません、一番の一番長い時間でやりましたじゃあ一旦締めましょうか。はい、はい、
第7回目のゲストは長井高山さんでした。ありがとうございます。